とりあえず入港の朝、港内に停泊をしております船という船が皆満貫色を施しております。我が足柄を歓迎のためかと思いましたら、これは大間違い、エジプトの祭日だったそうであります。やがて6ノット以下の制限された観測力で運河に入ってまいります。多摩運はいかにも住み心地良さそうな住宅が並んでおります。緑の草木、紅紅の花は長い間海とハゲ山しか見られなかった我々にとって目の覚めるような感じであります。ここに数名の日本人が立っておりまして、日の丸を打ち振り声高にご安幸を祈ります。幾度も叫んでおります。この運河はエジプト大官の許可を受けましたフランス人フェルディナンド・レセプス、スウェーデン運河株式会社を創立いたしました。企画をいたしましたもの、竣工はただいまから68年前であります。現在この会社の大株主はイギリスとフランスであります。全長88海里162キロ、通過する船から取り上げる料金は実に莫大なもので、ほとんどアフリカの南端を回るだけの費用がかかるそうであります。時間的に早いので皆こちらを採用いたします。右岸アジア側は鉄道設備砂漠、左岸アフリカ大陸側はヤシや灌木の類が所々に生い茂っておりますが、これもおおむね砂漠地帯。幅は310フィートから525フィート。したがって大きな船とすれ違う場合は文字通りスレスレになります。この東洋がよいのイギリス船はマストの旗を半ば下ろしまして、我が足柄に敬意を表します。どの国の船でも軍艦に出会った場合にはこうするしっかりになっております。次に我々はイタリアの潜水艦と船に会いました。近在我が国に少なからぬ脅威を示しております。このファシストの国の軍人と独立不動厳粛そのもののような草原令であります。無論これに対して我が足柄も草原令をもって答えます。続いて同じくイタリアの潜水母艦、母艦と申しましてもこれは潜水艦を乗せるわけではありません。潜水艦の食料や油を積み込んでおります。意外なところに白人の海水浴場、火の用心という意味もありまして軍艦のデッキは縄が用意してあります。タバコの点火用に供されるのであります。左岸のエジプト国は長い間植民の天才英国が面倒を見て一体ではあるけれど、ラクダばかりが交通機関ではありません。運河に沿って多様な素晴らしいドライブウェイ、砂漠を変じて高地となすがための灌漑用水道、ポートサイドカイロ間を通う優先型列車、運河のところどころには見張り小屋がございます。そこにはエジプト人の将兵が厳然として立っておりました。早朝スエズを出港してより十数時間、今やしぼんのごとき太陽は砂漠に沈まんとして、足柄の影帽子は数マイル彼方にまで伸びつつ、しゅうしゅうと進んでおります。